駅構内ホーム、引田方より、ホーム阿波大宮方より、佐ぬ愛宵駅は、香川県東香川市南野にある、四国旅客鉄道高徳線の駅である。駅番号は、T09。高徳線の中では、香川県側の県境の駅である。また、香川県の鉄道駅では最東端の駅である。当駅より、阿波大宮駅側には、 県境の大阪峠を越す急行台が 5km に渡って続いており、高徳線最大の難所となっている。ホームは相対式2面2線で、駅舎側の一番乗り場が一線スルーン。駅舎は地上駅舎である。昭和47年に無人化されたが、その後しばらくは運転要員が駅に詰めていた。また、簡委託は、 JR 四国に継承後も継続されていたが、現在は解除されている。トイレは2019年に廃止された。1日平均の乗車辞任は以下の通り。駅周辺には人家もあり、人口も上記の乗降辞任の割に多い。このように少ないのは、当駅から約3キロと比較的近い距離にある、引退駅に特急が停車し、 また高松発着の普通列車の約半数が引田駅までの運転となっているからである。佐抜きあよい,い駅周辺から高松方面へは引田駅を利用する方が便利で大半の通勤、通学客は自転車やマイカーで引田駅まで行きそこから列車を利用している。なお国鉄時代には引田まで運転の列車は少なかったため 駅周辺の鉄道利用者は多く当たり駅を利用していた。引田町市によると、国鉄末期の1985年の1日の平均利用者は196人だったという。高徳線はこの峠を約10本の小トンネルと1本の大トンネルを通って越えているものの、勾配がきつく、引田町市によると、蒸気機関車が運転されていた時代、 特に戦後の石炭不足の頃には、速度が人間の歩くスピードにまで落ちた。当駅付近の住民は、坂で列車が遅くなるのを待って飛び乗り、汽車鎮を浮かせていたという。蒸気機関車時代、特に石炭事情の悪かった終戦期には、列車が坂を登りきれずに立往生し、当駅まで引き返して、助走をつけ、再び坂を目指すという光景がよく見られた。 機動車となった現代では、2015年5月3日、駅から南東方向へ 2.2km の地点で、大量の毛虫がレール上に発生。徳島駅の下り普通列車の車輪が、踏み潰された毛虫の油分で空転し、上り坂の途中で立ち往生。当該列車以外に影響はなかったものの、前日にも当該区間で普通列車1本が運転できなかった。 ありがとうございます。